2016年6月5日、韓国聯合ニュースなどによると、韓国チョルラナムドの釜山道で、今年3月に赴任した新任の女性教師が、父兄と住民に次々と襲われる事件が起こった。警察署は、同日、児童の親の2人、島の住民3人を、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反容疑で拘束したことを明らかにした。男らは、先月22日未明、村の小学校舎内で、20代の女性教師に、わいせつ行為と性的暴行を加えた疑いが持たれている。このうち食堂を営む A は、B と共謀、一人で店を訪れた女性教師に酒を飲ませた上、酔った女性を車に乗せ、2キロほど離れた小学校に連れて行き、わいせつ行為をしたとされる。また、B は、A が校舎から出てきたのを確認し、女性に性的暴行をした。一方、B は、A から、C が、女性教師を乗せて校舎に向かった。大変なことになりそうだとの電話を受け、教師を助けに向かったとして犯行を否定していたが、警察の調べで、被害者の体内から、B の DNA が証拠として検出されたことを受け、以降は黙秘しているという。また、C は、B が校舎を去った後、再度性的暴行をしたとされている。この事件について、韓国のネットユーザーからコメントが寄せられている。こんな男たちの子供が哀れだ。これが初めてじゃないと思う。過去の行為を調べたら、似たような事件がたくさん出てきそう。女性が恥ずかしさのあまり通報もできずに隠すと思ってたのかな。この国は性的暴行の処罰が甘すぎるよ。野党や女性人権団体は、なぜこの事件に沈黙している？ DNA という確実な犯罪の証拠があるのに、なぜ氏名や顔を公開しないんだ？獣のような存在に教育は必要ない。学校を閉鎖すべき。今まで何人の先生が被害に遭っただろう。今回は勇気ある先生のおかげで事件が明るみに出たんだ。女の先生はこういうところに赴任させないようにしてほしい。島の住民を対象に無記名調査をすべき。他の女性が性的暴行に遭っている可能性もある。子供も例外ではない。表向きは静かな島の村なんだろうけど、住民全員が犯罪者か共犯者のように思えてしまう。